道端でとんでもないものを拾ってしまった。魔法のランプって書いてあるし、こするとマジンが出てくる例のあれなのか。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん、絶対使っちゃダメですよ。フラグちゃん、モブオさん、私が出てきたってことはそれを使うのは死亡フラグですよ。ってことはやっぱりこれ本当に魔法のランプなのか。その通りですが、絶対使っちゃダメですよ。拾った場所に戻してきてください。あ、わかった。言ってることと行動が矛盾してますけど。うわ、なんだ。魔人が出てきた。ああ、呼び出しちゃいましたね。私はランプの魔人です。ランプから出していただいたお礼に3つ願いを叶えて差し上げましょう。1つ目のお願い。あなた方のおかげで外に出ることができました。お礼に何でもお願いを3つ叶えて差し上げましょう。何でもって本当に何でも叶えてくれるの？ Of course。 どうしようかな。モブオさん、変なお願いしちゃダメですよ。変なお願いって？無謀さんのことです。どうせ大金持ちになりたいとか、美人とイチャイチャしたいとか、そんなことばかり考えてるに決まってます。俺、アン、イヤーマンスーツが欲しかったんだけど。本当にそれでいいんですか？え？じゃあフラグちゃんだったらどんなお願いするの？私ですか？そうですね、今は美味しいショートケーキが食べたいです。フラグちゃんだって大して変わらないじゃん。いえ、私のお願いはただのショートケーキじゃなくて、ホールケーキを丸ごと一人で食べたいんです。その願い叶えて差し上げましょう。パパラパー！うわー！私、ショートケーキをホールで食べるのが夢だったんです。ちょっと待って、まさか今のでお願い使ってないよね。今のが一つ目のお願いです。残りのお願いはあと二つです。つまりあと二つ。そんな！二つ目のお願い、うん、美味しい。ちょっとフラグちゃん、何してくれちゃってんの。お願いの回数一個減っちゃったじゃん。つい、けどまあ、あと2つもあるんだし、いいじゃないですか。よくないよ。だいたいフラグちゃんがそばにいるといつもろくな目に合わないんだ。今回もなんだかんだで変なことにお願い使っちゃって、まともなお願い一つも叶えられなくなるに違いない。なんですか、人のこと疫病神みたいに。実際そうだろ。ああ、フラグちゃんなんて消えちゃえばいいのに。そこまで言わなくてもいいじゃないですか。その願い叶えて差し上げましょう。え、パパラパー。あれ、フラグちゃん、三つ目のお願い本当にいなくなっちゃった。おい、フラグちゃん。おい魔人、本当にフラグちゃんを消したのか。はい、お願いされたので消しました。これで使えるお願いはあと一つです。消えたっていうのはどこかに飛ばしたとかそういうこと？いえ、存在そのものを消しました。ちょっとやりすぎじゃない？あなたが消してほしいと願ったのですよ。そりゃ確かにフラグちゃんがいるとろくなことが起きないけど、本当に消えてほしいだなんて思ってないよ。なあ魔人、どうやったらフラグちゃんを元に戻せるの？方法はただ一つ。残り一つのお願いを使うしかありません。彼女を元に戻したければそうおっしゃってください。ただしお願いは残り一回なので慎重にお考えを。どうしよう。そうだ、最後のお願いでまた3つにお願い増やしてよ。残念ながらそれはできません。くそ、ダメなのかフラグちゃん。さあ、3つ目の願い事は決まりましたか？ああ、決めたよ。残念だけど願いは諦めなきゃいけないみたいだ。俺の3つ目の願い、それは、ごめんフラグちゃん、脱ぎたてのパンティーをくれ。その願い叶えて差し上げましょう。眩しい。さあ出てこいパンティー。なんか変わったパンティー。このエアポーターいて。 あれフラグちゃん、どうしてここに。俺は脱ぎたてのパンティーをお願いしたはず。はい、ごめんフラグちゃん、脱ぎたてのパンティーを送れとおっしゃったので、彼女の脱ぎたてのパンツが欲しいのかと。そういう意味で言ったんじゃないよ。人のことを消して挙句の果てにはパンツまで要求するなんて許しませんよ。立ちました。いやー、待てー。おい魔人、もう一回フラグちゃんを消してくれ。もう三つのお願いは叶えました。そこをなんとか。ダメです、許してフラグちゃん。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんってフラグちゃん。